サークルコットンジャガードのご紹介をいたします。こちらの水玉柄の生地なんですけれども、よく見てください。ただの水玉じゃないんです。カメラさん近づいていただいて映りますかね。こちらね、水玉の部分がジャガード織りになってるんですよ。この部分ですね、こちらがジャガード織りになっているので、普通のこうプリントとは違って立体感を感じる生地になっております。でね、さらに見ていただくと、この水玉の輪郭のところなんですけど、こう毛がね、ふさふさと生地の端が出ているような作りになっているんです。映りますかね。ここがと特に立体感を感じて素敵だと思うんですね。でこちらの水玉の大きさなんですけれども、だいたい6センチぐらいの大きさになっております。これくらいですね、6センチぐらいで大きめなんですけど、この地の、ね、色と水玉の部分が同系色でまとまっているので、この、ね、さりげない水玉が年齢を選ばず大人のこなれ感を感じるんじゃないかと思います。そして厚みなんですけれども、中肉ぐらいで、やはりこう薄すぎず厚すぎずでオールシーズンおすすめになります。で素材も綿 100% ですので、非常に扱いやすいタイプとなっております。でこちらの生地ね、教室の生徒さんにも人気で、色がこれから紹介しますけれども、何色かあるので、もう色で迷われる方もたくさんいらっしゃるんですよ。で、そしてその色味なんですけれども、こちらザザザと見ていただいて5色展開になっております。明るいグレー系からね、黒のブラック系まで揃っていて、すべてね落ち着いたトープ系の色になりますので、オールシーズンいけるんですけど、これからの冬にもおすすめの色味になっております。はい、そして作品も作ってみました。今回ボトムスもあるんですけれど、まずこちらの方なんですが、こちらサルエル風の、パンツになります。こちら下の方ね、こういうふうにお股のところがあるのが特徴になっています。でウエストにもギャザーが入っているので、かなりボリューム感も出て素敵に仕上がったと思います。でお隣の方、こちらバルーンスカートになっております。ちょっと分かりにくいけどね、この部分に切り替えがあるので、脇のラインがバルーンのこう膨らみを持つようなラインになっております。どちらもねボリューム感出ているボトムスになったので、上はねシンプルなものと合わせていただくと、引き立って良いんじゃないかと思います。でこのように洋服にするとさらにね高級感のある仕立てになるんじゃないかなって思っております。そして、私も気に入ってですね、今日はフォググレーの色でワンピースを作って着てみました。こちらなんですけれども、生地の、ね、柄を生かすためにもうシンプルなワンピースにしてみました。襟のところもちょっと大襟の襟をつけまして、こんな感じになっております。で着心地もやっぱり綿100なのでさらっとしていて、すごく着やすくっておすすめになっております。こちらからご紹介いたします。こちら襟付きのワンピースになります。襟がねついているので、外出にもね便利なタイプになっています。そして袖口なんですけれども、こちら、パイピングしてギャザーも入っておりますので可愛らしいタイプになりますが、まあ、色がね落ち着いているので大人の可愛いワンピースという形で仕上がりました。素敵だと思います。はい、そしてお隣、こちら立ち襟のチュニックになります。襟がねこんな感じで立ち上がる襟になっておりまして、首元がシャープな印象になるのが特徴だと思います。こちらねボトムスのパンツとかと合わせてかっこよく着こなしていただけたらと思います。はい、そしてこちらワンピースです。こちらねノーカラーのバルーンシルエットのワンピースになっております。こちらねよく見るとこう真ん中あたりに切り替えが入っていて、それでバルーンのこう膨らんだシルエットが出ているタイプになります。こちらもね袖口にもスリット開けが入っておりますので、腕も動かしやすく、着こなせると思います。こちらもね水玉のこの、デザインがとても引き立つ感じだと思います。素敵だと思います。はい、そして、私もこの間はグレーだったんですけれども、今回黒でも作ってみました。やはりこちらの生地
とても縫いやすかったです。で、水玉の部分も特にガラスもせず気軽に作れますので、はい、で色も濃いですから今の、ね、冬の季節でも十分、着ることができます、はい、大変おすすめになります。